パオ森林総院とは、ミャンマーのモーラミアインにある、カミザブ仏教の総院。パオ島や瞑想センターなどで構成される。1981年に就任した第三代目の総院長であるパオセヤ道によって、パオメソッドと呼ばれる瞑想指導が行われ、日本も含め海外からの修行者も広く受け入れている。NHK、心の時代にも取り上げられた僧侶の山下道は、僧院で、 ビクとして出家し、修行をした。青森県出身、カナダ在住の僧侶、水源も闘争院で上座部仏教の修行をした。佐藤師匠キヨテルもパオセヤ道の瞑想法の全過程を終了したとされ、マハーカルナーもパオ森林僧院、モーラミアイン本部でパオメソッドの全過程を終了したという。日本テイラワーダ仏教協会の設立に携わり、 同協会の初代会長でもあった鈴木市政は当初はマハーシサヤ道瞑想センターの在家者向けにアレンジされたビッパスッサナー瞑想中心の瞑想を商用していたが後の2006年クムドセヤ道の下でパオの瞑想を体験しさまた瞑想の重要性を認めるようになったパオ森林総院の支部はミャンマー国内には29ありヤンゴン市内には4つある その中でも2003年に設立されたヤンゴン北西郊外のモービにあるモービ総院が日本ではよく知られている。アメリカ合衆国、シンガポール、マレーシア、インドネシア、スリランカ、タイ、ネパール、中国、台湾にも支部がある。パオ森林総院の設立は2013年9月1日であるという。パオセア道から パオ森林総院日本支部の設立とパオ、瞑想システムの指導の命を受けて帰国したと称する、日本人総マハーカルナーによって2013年5月から、毎週、瞑想指導が開かれていたが、2016年11月時点で、公式サイトの名称が、パオ森林総院日本道場から、マハーカルナー法とも会へと変更され、同時にパオセア道やパオ森林総院に関するページ、 記述のすべてがサイト内から削除されている。その後、2018年1月には、マハーカルナーは、自身がパオ森林総院の日本支部を立ち上げることや、その運営をすることをパオセドーから頼まれたことは、過去にないと述べた。ありがとうございます。